ドームです。喉の調子が全回復しました。ようやくまともに動画が撮れます。皆さんお待たせしてすいませんでした。さて今回の動画はこちら、 DJI オズモポケットの社外アクセサリー NDCPL フィルターを紹介します。オズモポケットは明るさの調整に絞りが使えないので ND フィルターを探していたら、同時に CPL もついていて、これは便利と思って買いました。ちなみに ND は光の量を減らすもの、 CPL は被写体の無駄な反射を取り除くものです。それでは早速中身を見ていきます。今回買ったのはサニーライフの CPL とだけ書かれているものと ND4 番の CPL 付きと4個入り8番16番32番64番の CPL 付きの合計6個です。それぞれ白い箱に入っています。それでは開けていきます。 CPL と ND4 番はプラスチック製のケースに入っていて、 ND8 番から64番は金属製のケースに入っています。それぞれ白い小さなクロスが付いています。4個入りの方はさらにラベルシールがついています。蓋を開けるとこんな様子です。 ND4 番です。反対側にサニーライフと書いてあります。正面です。金色の輪っかの部分は回せます。裏面です。フィルターの周りの銀色に光っている部分がマグネットになっています。マグネットの強さはくっついて離れないくらい強いですが、オズモポケットにつけるときは少し弱いです。それでもぶつけなければ落ちない程度と思います。ぶつけなければ。偏光膜の方向を表している目印はとても小さくて見えづらいかもしれませんが、ここにあります。あまりに小さくて初めは塗装が剥げているだけだと思いました。さらにここにも目印があって、ここに合わせると垂直方向の反射光をカットするので、例えば液晶テレビに向かって使うと映像が消えます。フィルターの濃さと番号以外は他も同じです。 ND の番号は光を減らす量に関係します。4番なら4分の1に、64番なら64分の1になります。それでは取り付けます。レンズを覆う形で付くので、起動時にカツンと当たって少しずれます。ただしこれ以外はフィルターが干渉してカメラが止まることはないです。CPL には ND の番号は書いていませんが、つけると約1段階暗くなるので多分2番だと思います。 PGYTECH のキャップをお使いの場合、フィルターをつけたままキャップをつけても中で当たらないので大丈夫です。あとはこのように重ね付けしても蹴られてしまうため使えません。次に作例をいくつか紹介します。実はすでに何回か使っています。初めて使ったのは先日投稿した海遊館です。海遊館では CPL を使いました。水の上からやガラス越しに撮るわけなので、それらの反射を減らすために使いました。偏光膜を回転させることで反射が減ったり増えたりしているのがわかると思います。減ったところで止めて撮影開始です。次に ND について、基本的には明るい場所で白飛びさせたくない時に使います。例えば動画はフレームレートの2倍のシャッタースピードがセオリーです。30コマなら60分の1秒、60コマなら120分の1秒という風にです。しかし明るい場所だともっと早くしないと白飛びする場合があります。だからといって早くしすぎると動画の滑らかさは損なわれ、パラパラ感が増していきます。特にオズモポケットは絞りで明るさを調整できないので、自力で調整できる範囲が狭いです。そして自力で調整できない場合に ND フィルターを使います。もう一つの使い方として長時間露光があります。シャッタースピードを極端に長くして写真を撮るという特殊な撮影です。オズモポケットの場合、最長8秒のシャッタースピードが設定できます。ND フィルターで明るさを調整して撮るとこんな写真が撮れます。ちなみにこれは64番を使いました。他にもいくつか撮ったのでご覧ください。
いかがでしたでしょうか。感想はとても便利で買ってよかったです。動画のシャッタースピードをセオリー通りにできるだけでなく、撮れるものが増えました。しかも6個も買うと結構な価格すると思いますが、先日紹介したアーリーエクスプレスで1月11日に注文して全部で5334円と安かったです。ただし届いたのが2月6日なので3週間以上かかりました。もっと早ければ完璧なんですけどね。じゃあ終わります。ということで今回は以上です。バイバイ。